そして今日のゲストはジャンジャーン。こんにちは、さくらです。もうイメージしたさくらさんです。イエーイ。今日ですね、さくらさんに台湾の電脳マッサージを体験してもらいたい。電脳のマッサージ、それはどういうマッサージですか？しかもこの電脳のマッサージですね、噂によるとこの技が600年があるらしい。すごい、すごい、本当に超伝統ですよ。今日は普通のあのそういう足つぼマッサージじゃなくて、上半身とか全身のマッサージですよ。でも覚悟してね、絶対痛いですよ。めっちゃ緊張するわ。はい、じゃあということで今日の企画は台湾600年歴史のマッサージに行ってみよう。イエーイ。早速ですか、中に入りましょう。えい、ちょっと始まります。ちょっと緊張、ボキボキってなるのかな、わかんない。もしかしたらバキバキじゃない。那开始它，因为你太紧，它会有点酸痛哦。啊，这样真正気持ち。可以吗？哎，这个床好温暖呢。因为我们这里面用那个木板的那种材质，所以会感觉室内的温度会跟外面有差别。哎，那个痛いよ。痛い。なんだろう、今どこで押してんだろう。肩骨。おお、肩骨で私押されてるの頭。頭はまあマッサージしないから気持ちいいですね。アニメスパダイスチダイナドンスツナイカランスヤオジエダマ。哥哥是十八代，然后前一代就是我爸爸。哦。然后我们从明朝就开始了。应该是有上百。上百多年。六百多年。六百多年。六百。お店ならは46年前から始めて、でもこの技は600年前から。すごいね。そう。おお、ここめっちゃ痛っ。あー、痛っ。おお、ここめっちゃ痛っ。なんで笑った？痛いと笑っちゃう。おお、ゴリゴリだわ、親指がすごい。因为用电脑用太久。对，我们的人现在都是长期这样，这个姿势太多，所以这边都比较容易内旋太多。なんか今わざかけられそう、プロレスの。おお。おお、なんだろう、なんだろう、なんかやられてる。他的那个筋都没有弹性。为什么那边这么痛？就是腰吗？我们不管坐还是说站住的支撑都在这一段，所以我们越靠近坐骨的这一段下腰部都会是最酸的。如果外面的话，一般按摩你不会感觉到这么酸。我们这种深层的推拿才会看到这么深的筋络。普通的マッサージはそこまで深くないよ。なるほど。これはやっぱ電灯違う。親指だけの時の方がずっと痛い。痛い痛い。ああ、这个看起来好痛。痛痛痛痛。今日の指がもう頭の中入るわもう。放松，リラックス。放松，我有。哇，放松，我都没有感觉。知道吗？リラックス。おお、親指もお腹に入ってますね。すごいお腹入ってますね。おお、小指すげえ。親指やば。コウ先生ですよ。コウ先生ですね。コウ先生是不是十八第十八代？第十八代。对对对，没错。おお、かっこいいな。他不会痛吗？不会痛。会痛。你放松就好。哦，放松就好。大きい。看看这边声音有没有大一点，放松哈，要处理哦。一二三，哎的，哦。接下来我们下一位师傅，你好，是好，谢谢，有什么需要再跟我说。手がめっちゃボキボキだったの不思議な感じした。でも音聞くと気持ちいいですね。
お願いします。はい、腰が痛いのね。あ、そうそう、腰、パソコンとか、あとゲームやりすぎて。確かにね。这样子吗？再下去一点点。再下去一点点，这样子。对对对。ここ痛いよね、私ここめっちゃ痛かった。它会有一些酸痛，都是一个是身体的情绪。啊，そうなんだ。说你平常可能这边比较气比较塞，哦，没有说循环很好这样子。なんであのこの店の師匠の親指そんなに力強いの？うわ、好痛。因为我们这个技术在训练上面，我们不是用手的力量在出，我们是用运用身体的力量，等于说我们是把身体的力量带进去拇指，那让整个深度可以达到我们要的深度。嗯，会很紧吗？还好。嗯，蛮紧的哦，就是平常睡得不是很好。昨天五点睡。五点睡？嗯。何やってたの？最近 Netflix が新しい台湾のスナックの紹介めっちゃ面白くて、うん、一気に見終わった。昨日全部見たの？そう、中のあの俳優さんですね、うん、あの日本のお客様、本当に本当の日本人ですよ。日本でも見れるのかな、台湾の。それね、わかんないね。でも超おすすめ、うん、待って、もう痛いな。痛たたたたあと、マジ痛いな。首押してくれてるけどね、なんかあの頭もあって痛いの。ここ痛いのにここも痛い。でもちょっとわかる、さっきも私腰やられてるのに肩も痛かった。そうだよね、つながってる、つながってるからさ。やだ、痛い。効果抜群。親指が落ちてるから。おー、すごい、めっちゃ痛いな。これ1から10でいったら今どれぐらい？7ぐらいかな。7ぐらい。これまだ大丈夫、痛いだけ。右边比较高，左边比较高。左边这边的筋绷比较紧的时候，就会它筋绷紧，它就会缩，缩住之后背看起来就会比较高。等一下把它推松之后，它就会比较平。哦，すごいな。腰が痛いな。昔武士が。あのいるでしょう。でも今武士ないでしょう。でもこうやってあの一代一代こうやって流れて、今もう消えたけど、でも武士のあのその心、魂、スピリットが残ってるって。そうそうそう。精神とか。精神残ってるかもしれない。そう、残ってるじゃない。そう。マッサージされながら武士のことを。そうな。もう痛すぎて、もう何言ってるか分かんないですけどって、多分鈴木君とかにテロップで言って何言ってるか分かんないですけど。很多人工作都是属于久坐久站的嘛，那这边腰部啊到坐骨神经都容易累积毛病。痛いな。なんかあの痛すぎて針を刺してるみたいな感じ。分かる。奥まであのもう針は刺されたみたいな感じ。あ、痛いな。好痛啊！第一次这样子处理的话，反应会比较大，这种酸痛的反应，多处理几次，让它气顺开之后，越来越不痛。さっきの妹さんと違う、今は顔の部分マッサージしてくれる。お、脸会变小是不是？会。おお、顔ちっちゃくなるんだ。これ何か見すぎると、ここは絶対痛いよ。ここ押したらね、もう頭の奥にも痛いの。它会连着这边的脑神经，对对对对对，整个会牵在一起，对对对，都会互相影响。哦，すごいな。あんまりここはマッサージしないね。ね、あんまりないよね。もう痛い痛いこれ。这里是不是按摩什么的？因为有的人他是循环太差，然后脸看起来比较肿胀，而推完之后循环变好，他就会消掉了。じゃあもしアンハモの人たち、もしここら辺もうパンパンになったらね、ここをマッサージしたら消えるの。すごいな。これめちゃくちゃ痛い。骨が縮んでしまったみたいな感じ。えみちゃん。痛たたた。痛たたた。痛たたたた。あ、痛たたた。あ、痛たたたたたた。痛い。めちゃ痛い、めちゃ痛いなこれ。しかもあの普通のこうやってじゃなくて、こうやってする。もう頭まで開けてる。痛かったね。特にあの腰、この部分、下部分は超痛いの。神経があるからさ、本当に針を刺さるみたいな感じじゃない？そう。でもすごい今超楽になったでしょ。今までちょっと違うボキボキ体験かな。どう
ですか、このコウ先生。コウ先生、マジすごいすごい。でもコウ先生の妹さんと、うん、ここら辺の師匠さんも超すごいじゃない。もうみんななんか、その按摩しすぎて親指の形とかをマッサージの形にもうなっててね。こんな長い歴史のマッサージ屋さん、本当に初めて。お店的にそんなに歴史長くないですけど、うん、でもこの技は本当に長いですね。どうとか、今日のマッサージなかなかそんな行ったことなくて、ほんと3回とか2回しか行ったことないから、うん、最初やってる時は痛っと思ったけど、でも終わったらなんかすっきりしたって感じ。そう、あとこのサロマンズのこれ、これすごいよね。めちゃスースー回ってる。めちゃスースーしてる。じゃあ皆さん、ぜひ台湾に来たらこのマッサージ屋さんに切ってみてくださいね。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。この動画が好きなら高評価してグッドボタンを押してください。それから私たちツイッターもフォローお願いします。リンクがあります。それじゃあ。